はい、というわけでハルパパでございます。今日も猫夜行でやっていこうと思うんですけど、今日なんですけど、なんかね、新しいガチャというか、まあ旧正月系のやつなのかな、これ来てるんですよね。これ何なんだろう。交換ショップ見ると結構いい品々があるわけなんですけれども、これでしょ、これあと全部色違いなんですよね。これシャキーン、はい、色違いなんかさ、なんかいいのかなこれ。かっこいいのかっこいいのかっこ悪いのかわかんないんだけど、でもこれさ、よく見るとさ、模様がさ動いてんだよね。でこっち来ると分かりやすいんだけど、動いてんだよね模様ね。でこれなんだこれかっこ悪い、かっこ悪いんだけど、これちょっと、まあ、模様動いてんのはね、ちょっとかっこいいかなとは思うんだけど、まあこんな感じですね。で重機が AK の AW の SK 複合式、SK が一番欲しいっすね。で、なんか今回のこの銃って色々あるらしいっすね。なんか撃破エフェクトとかあったかな。で、これが新しい車。こっちじゃねえの正解。かっこいいよね、これ。ちょっと燃えてますけども、車が。お車が燃えてるお客様ですよね、これ。あー、すんごい。でもかっこいいな。チンリって今までなかったよね。なんかコラボ車よりワンチャンこっちの方がいいんじゃないかな。あとこれは、ちょっと速そうだよね、でもね。一応これ二輪になるのかな、四輪なのかな、よくわかんないけど。で、あとこれ、これパラシュートもこれかっこいいよね、これね。絶対欲しいやつ。これなんかクマの手みたいなのついて、もうトラかな？なんだこれ。なんかついたやつ。うん、クマの手かな？なんかクマっぽいですね。で、物資箱が色違い全部あって、これ何これ？あ、これ犬、仲間ですね。ワンちゃんがいると。まあ、こんな感じのガチャなんですけど、これね、見たところね、なんだかわかんないですよ。どういうガチャなのかわかんないんで、これルール説明を見ても、各種の、なんか虎を獲得する確率、全部 25%。で、レベルアップの確率も75、24、0.9。これよくわかんない。追加失敗でレベルダウン。よくわからんのよ。で、説明書見る。これね、肝心なことがあるんですよ。読むのめんどくさい。うん。だからまあ、とりあえずね、引いてね、理解していこうと思います。いきます。まあ、今日3万円分用意したんで、いきます。SK と車が欲しいっす。これなんだ？当たったのか？当たったのか今。え？は？レベルが高いほどボーナスがなります。さあ、良くなります。ちょっと待って。これどうした方がいい？レベル上げた方がいいのか？上げましょうか、レベルを。レベル上げていきましょう。保護追加3回で必ず、成功。これどういうこと？あ、なに？レベル上がったんじゃない？何のレベル？待って。保護成功、キープ。あと2回で必ず成功。え、どういうこと？これ3万もいらない？もしかして。え？は？あと1回で、なんかレベルアップするみたいな。え？どういうこと？は？レベル1、追加成功。え、待って、ちょっと待って。意味がわかんないんだけど。レベルがマックスになった方がいいってこと？じゃあ追加していけばいいよね、これね。え、金券減らねえんだけど。あ、なんか持ってるからか。なんか前のイベントのやつ持ってたんだ、多分。え？どういうこと？今さ、この真ん中の爪が2個なんだけど、これ、マックスまでやるってこと？わからんだけど。え、なんか光ったり。いや、運営さんちょっとわかりづらいな、これ。え、これで引き落とす？いやいや、一回ちょっとマックスまで行こうか。これは何なの？この真ん中シャキーンっていうのは。あ、なんかほっと、なんかほっと。で、次54枚、えぐい、まあ。とりあえず行ってみましょうか。2400金券、やば、マジ？え、それ3回引けってこと？えぐくない？それ。お、なんだ？は？これダメなのね。キープ成功。キープしていこうぜ。たっけ？ちょっと待って、これバカ高いぞ。バカ高いぞ、これガチャ。え？レベルアップしたの今。なんなん？は？お、上がった上がった上がった。なんかこれレベルマックスになって、すでに最大レベルです。報酬重量、いきます。はい。3088と288。あ、そんで交換する感じなのかな？これ車取れるよね？え？いけちゃう。あれ？バン！え、なにこれ？なんかそういう感じ？え、待って、これさ、6000金券で車いけましたね。え、なにこれ？なに？神ガチャ？交換していきましょうか。うえぇ、ー、やったぜ。真理グレンの力。グレンっていうのかな？かっこいい。これはね、ちょっとね、パッと見欲しいなと思ったので、まあ、嬉しい。なんか、いろいろ特殊効果とかないのかな、こういうの。で、あと288枚あるから、これも交換なんかできないのかな。なんか、このコインを集めるみたいな感じなのかな。これとさ、ぶっちゃ、あ、こっちもあったか。あ、もうちょっと引いてみましょうか。え、なにこれ。は？よくわからん。あ、このなんか青いやつが
青いやつ光ったけど、結局これちなみにこのまんまで取ったらどうなのこれ重量、あ、6枚しか取れないんだ、いやだいやだ、なんか増やした方が良さそう。60金券で1枚、あ、これ1枚か、さっきなんかよく分かんなかった、勘違いしてた。あ、これは何、緑のとこじゃダメってことだよね、2回。はい、あ、これで、え、これはダメってこと、これダメですよね。で、次で、これで、ん？なんこれよくわかんねえな。青んとこにこれが入ったら1上がるんだよね、多分レベルがね。もう追加レベル。報酬今受け取ると14枚。少ないな。ちょっと少なくねえか。180金券で1回回せる。3回回すと、600、540金券ですね。お、レベル入りましたね、今ね。これレベル入ったっていうことでいいのかな？手探り感すごいんだけど。なんかこれ、よくわからんな。でも今のところね、6000金券で、金車が1台出てるので、まあ割と、よくわかんないけど、なんか、やっぱり神ガチャ。よくわかんない神ガチャ。わかりますこれ。理解してる人いますこれ見てて。お、レベル1個追加。これでもらうと58枚。58枚、いや、300枚ぐらいちょっと欲しいんですよね。あとパラシュートと、SK が欲しいので、300枚ちょっと欲しいな。350枚ぐらいか。ん？レベルアップしちゃう？しない？わけわかんねえな、これ。引いてみて、普通さ、いつも引いてみるとわかるんだけど、引いてみた上でわからない。多分これ、内側のやつが真ん中に、あの、青のとこに入るといいんだよね。この、真ん中の虎の色に合わせて。オッケーオッケーオッケー。これで報酬が188枚になって、次で多分その倍になるのかな？なんだこれ。謎ガチャだぞ、これ。まあ、でも、金車はもらいましたね。あー、これちょっとダメですね。あー、これで、外側が2上がるのか、1上がるのか、3上がるのか、みたいな、4上がるのか、みたいな感じで、内側の色が、その真ん中の虎の色に合わせてなった時はいいってことですよね。とりあえずこれが真ん中のやつが、あー、これダメなんだ。これはダメなんですよね。いや、このガチャ複雑だな。次で、必ず1個レベルが上がると。だからもう最低保証みたいなことがあるっていうガチャですよね。おっと、これはいいよ。何レベル上がるか ?4、こい、あ、1、1っておい。これで480枚。もう一回ですね。もう一回。もらっちゃったんだけど。バン。あれ？もう足りた？ごめん、なんかよくわかってねえよ、俺。でもなんかちょっと理解し始めたら、なんか終わった。SK ちょっと交換しましょうか、これ。うえー。いいね。これはね、撃破エフェクトがついてるのはめっちゃいい。で、あとこの、いやー、これどうしよう。どれがいいと思う？このなんかシンプルな方がいいよね。これにしようか、やっぱ赤いね、火のやつがいいよね。これ行きましょう。おい。よっしゃー、来たー。なんか、でもこれ割と、6000金券ぐらいで、あれですよ、車取れそうなガチャ。最低保証があるから。待って、これさ、これって進化ないのかな？進化はなさそうですね。まあ、全然いいんじゃないの？で、あとは性能を見ていきましょうか。さあ、早速ね、車ね、ちょっと乗り切りましょうか。いや、割とこれ、神ガチャじゃね？普通に。シンプルにさ、最近よく神ガチャって言ってる気がするけど、これガチで6000金券ぐらい取れちゃいますよ。おっと？これえぐいぞ、これ。これさ、なんか火ってかっこいいよね。火がついてるだけで。あ、いや、性能いいぞ、これ。出た、強い車。スピードは126、7。え、速っ。ちょっと待って、これ速いぞ。ちょっと待って、待って。あ、終わった。え、これ127でしたけど、今。性能バカ速くね、これ。ていうか、ワンチャンあれ超えてんじゃない？電動車のスピード。127って今まであったっけ？まあ、超えてなくても多分同等ぐらいの強さ持ってるかもしれない。ちょっととりあえず乗りたいな、早く。なんで俺海に捨てたんだ、俺。さあ、というわけでやっていきましょう。ああ、どこ行こうかな。ドラゴン出ちゃってるんで、ちょっとね、場所変えましょうか。和歌山。まあ、一旦ね、ちょっとね、車が取りたいので、避けていきましょう。おっと、これが、あ、ここか。え、待って、こっからのもしかして、パラシュートが出るって感じ？ちょっと後で調べてみましょう。これめちゃかっこいいぞ、これ。あ、パラシュートではないか、そもそもこれ。これめちゃかっこいいぞ、これ。やばない？これ。これめちゃかっこいいぞ、これ。思ったよりかっこよくて草なのよ。いや、いいっすね、これ。え、これが旧正月のガチャなんかな？だとしたらこれ神ガチャよってたの。よっしゃ、とりあえずね、車を取りたいんだが、とりあえず装備を整えましょうか。あれ、ここ車ってどこだったっけ？
あ、これか。ちょっと待って、人いるな。一人おるよ。いるな。あれ、どこ行った？見えなくなったな。近いぞ、近いぞ、近いぞ、近いぞ。近いぞ。あ、いたいたいた。敵発見。オッケーオッケーオッケー。ごめんな。俺が悪かった。一生懸命物資漁ったんだろ。俺が引き継ぐわ、これ。俺が引き継いで使ってあげるから。ごめんね。よし、ありがとう。バイバイ。また待機所からやり直してください。なんか申し訳ない気分になる。よし、じゃあ車取りに行きましょうか。なんか、装備全部もらっちゃったから。あとは車を乗るだけだ。よっしゃー、乗りますよ。これ本当に強いから。1、2、3、どうー、ちょっと待てよ、かっこいいぞ、これ。いいね。これね、加速はね、多分ね、そこまで強くないのかもしれない。ただ最高速めちゃくちゃ速いパターンのやつ。もう下り坂なんて余裕で130超えますね、多分。超えないっていうね。まあちょっと直線距離があれだったんです。短かったからね。だから物資取りに行きましょう。いや、早い早い早い。安定感でもちょっとあれかな、安定感弱めの感じかもしれない。まあただスピード速いから、スピードと安定感ってどうしてもね、比例してしまうことはあると思うので、まあしょうがないですね。鍵ランク見忘れちゃったけど、まあいいよね。どうせ多分ね、進化できないからそこまで鍵ランク高いものではないとは思う。あれ、6000金券あれば多分最低保証的なあれでほぼ取れるよね。まあ最悪でもまあ1万金券ぐらい、まあ大体2万円ぐらいか。まあそのぐらい取れるかなと思いますので、割とね、まあ2万円も高いですけど、リーズナブルっちゃリーズナブルですよね。この金車界隈ではね。これしばらく使おうかな。かっこいいな。普通にかっこいいよね。ありよりのありだよね、これ。ここに多分人がいるんだよね。今、車のマーク出ましたね。ちょいちょいちょい、待て待て待て。落ち着け、落ち着け、落ち着け、落ち着け。どこ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 。はい、お疲れさん。この人かな、今の。さてさて、どうしようかな。ここから、特にやることもないんだけど。あとは優勝目指しますか、とりあえずね。いや、これハンドリングも結構ね、いいぞ、これ。これたださ、このエフェクトがすごい出ちゃってるから、多分壁からね、火が突き出てると思うんですよね。ちょっと見てみましょうか。まあ、この辺がね、逆になんかデメリットにはなるかなとは思うんですけど、壁からほら出ちゃってんすよね。火が出ちゃってんだよな、これな。明らか不自然だから、この辺はね、ちょっとね、微妙なとこだとは思うんですけど、まあ、でもそれはね、まあしょうがない。このかっこよさの、デメリットは、もう、致し方ない。横の火大丈夫なのかな。あ、なんかちょっと燃えてるけど、ぼや騒ぎみたいになってるけど大丈夫か。OK、行きましょう。いや、乗り心地めっちゃいいよ、これ。いや、しかも何より、このファイヤーパターンというか、火がかっこいい。前はちょっとなんかさ、小学生の靴みたいになってるけど、全然ありだね、これ。最強ポジ取って、こっから行きましょうか。最近さ、そういえば重機チケットあれがさ、めっちゃ使うじゃん。1個あげるのに6枚とか使うから、もうなくなってきちゃったよね、だんだんね。重機警報だったのにさ、俺さ、王でもなんでもじゃん。足りません、言われて。足りませんからね、今ね。いた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 。いたな、いたな。ここいましたね、これね。誰に俺印つけてるのかわかんないけど。見つけたわ。見つけたぞ、おい。第一村人発見。なんか来た、なんか来た、なんか来た。なんか来たよ。危ない危ない。ちょ、待って、危ない危ない危ない。やべ、でもみんなさ、ほんと大したことないじゃん、言うてさ。おいしょ、このジャンプですから。ああ、この PS。あ、います、います、います。なんかいる、あ、ちょっと待って、後ろ？敵車両。危ない危ない。おいおい、ちょっと待って。おいおい、やんのか、おい。やんのか、おい。危ない危ない。危ない、マジ危ない、マジ危ない。マジ危ない。ちょっとどんどん落ちてくんだけど。落ちてった、落ちてった、下まで。危ない、目の前に敵。やばい。敵、発見。やばい、ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー、一人やった。一回上登ろう。一回上逃げるわ。ちょっと危ない危ない危ない。危ない危ない危ない。マジかよ。普通にミスったって、本当に。めっちゃ俺、ヘイト買いまくってんだけど大丈夫。あ、いた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 。敵発見。オッケーオッケーオッケー、一人やった。いいね。乗ってきたね、これね。完全に俺のステージ。あ、来た来た来た。危ない危ない。ん？足跡。ワンチャン。ちょっと待って、ワンチャン、ああ、ちょっと降りた降りた降りた、落ちた。これ車で行こうぜ。車が一番安全。車がやっぱ安全ですから。木投げたけど、これで行くっていうね。待って、これあかん、これあかん。めっちゃあかん、めっちゃあかん、めっちゃあかん。危ねえ、危ねえ。危ねえ。ちょっと待って、マジ痛い、マジ痛い、マジ痛い。あ、ちょっと死ぬって、おい。死ぬって、おい。やりややりや、ワンブイワン、オッケー。ん？こっちだよね。多分塀裏かなんかいるはずなんだよな。塀裏が近いよね、これね。あれ？ちょっと待てよ。どこだ、これ。相当ガチだな。ガチムチだよ、これ。これ上登りたいけど、登れるかな。ちょっと行ってみようか。上登れれば俺の勝ち。あ、俺に任しとけ。はるパパに任しとけ。文句があるなら、俺に言え。俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。ホログライスステージも淡い